高水三山は、東京都の奥多摩山域の東京の都心側の入り口にある、高水山、岩竹、石山、総額山の三つの山の通称であり総称である。東京都大梅市に位置する。また、岩竹、石山、総額山までの大根は、大梅市と奥多摩町の境界線になっている。大梅駅付近から続く、整備山道、大梅丘陵ハイキングコースにも接続している。 上福院、青井神社や、マナイ天神などの社寺もあり、古くから、里人が往来した峠道が残っている。いずれも、標高800メートルに見たない高水山、岩竹、石山、草岳山の三つの山は、格好の奥多摩入門コースで、JR 大目線の駅から登り始めて駅に下れる、便利さも魅力だ。大小二本の鉄柱の立つ山頂からは、南面に、三竹山や、 大岳山が間近に望まれる。高水山直下は急な坂で針金などが取り付けられている。陶器の凍結時などは滑りやすく危険なので慎重な歩行が必要。山深くなく駅資金の手軽な初級中級ハイキングコースとして人気がある一体だが人里や幹線道に囲まれている大梅丘陵ハイキングコース側と違い奥多摩奥、 秩父を貫く深い山奥の月の輪熊生息域に停食するため、イノシシと合わせ、遭遇への備えと心構えはしておくべきである。2011年冬には高水山の自社付近で積極的に襲撃を受けた例があり、時折負傷者も出ている。なお、大梅市環境経済部商工観光課の電話回答によれば、南関東地域の熊は、 温暖さと餌確保の容易さから冬眠しない場合が多いということである。冬は熊が出ないという固定観念で油断しがちなので注意を怠らず散策を心がけたい。ありがとうございます。